ジュール・ラシュリエは19世紀後半のフランスの代表的な哲学者、教育家である。仮作だったが、その著作はその後のフランス哲学に大きな影響を与えた。ラッシュリエがフランス哲学を目覚めさせたとベルクソンは言い、フランス現代哲学はラシュリエをもって幕を開けたとも評される。ベルクソン、時間と自由の堅持はラシュリエに捧げられている。哲学史上は、 フランススピリチュアリスムの系統の中に、あるいは、フランス反省哲学主張の端緒に位置するとされることが多い。ラシュリエは1832年、フランスのフォンテーヌ・ブローで、大役海軍将校の父の一人息子として生まれた。長次で、パリのリセルイコールルイコールグランへ進み、高等師範学校に合格して、哲学の習得に励んだ。順調に道を歩んでいたが、 1851年にナポレオン三世がクーデターを起こし翌年、第二帝政が始まると、危険思想が含まれているとして、哲学の教授資格試験が廃止され、さらに理セでの哲学授業も全面的に禁止された。市範学校を卒業したラッシュリエは、政治思想が含まれていないという理由で許されていた、論理学、修辞学の使用教員として、理セに職を得た。 二年間の使用期間が終わると、禁止されている哲学の代わりに、文学の教授資格試験を受けて、合格。1856年からは、奨学金を受け、高等師範学校の研究員として二年間、研究に没頭した。1858年には、理性教師として、トゥールーズに赴任、四年間務めた。1862年、 パリのリセボナパルトで論理学教師となった頃から政治の使命が変わり自由訂正と言われる時代に入る。1863年に哲学のアグレガシオンが復活するとラシュリエはこれに合格。翌1964年、高等師範学校に助教授として招聘された。以降ラシュリエは1864から1875年の間母校、 高等師範学校で哲学、哲学史を講じた。この間の1871年に最初の著作にして主張である学位論文、機能法の基礎を発表。教育者としても後に哲学者となる学生たちに大きな影響を与えた。例えば1872年から師範学校でラシュリエに学んだジュールラニョーは後世の思想師やからラシュリエと並んで、 フランス反省哲学の流れを作ったと評される。ベルクソンに影響を与えた、エミール・ブートルーもラシュリエに支持した一人である。アランも、またし、ラニョーの助言で、ラシュリエの機能法の基礎を熱心に勉強し、ラニョーの弟子ということで、ラシュリエからも可愛がられたという、続く1875年からは転じて、文部小子学館を務め、同時にアグレガシオンの審査員も務めた。 1900年には、私学館を引退し、アグレガシオンの審査委員長に就任して1910年に退くまで続けた。晩年には、自分の多くの論文を燃やし、個人的な手紙を死後に公表することも禁じて、1918年1月26日、パリで没した、レジオンドヌール勲章コマンドゥール受賞。19世紀のフランスでは、エクレティスムや、 社会思想などいろいろな思想が出てきたが、デカルト、関東といった古典的な巨頭と正面から取り組んで論を展開できる正当派的存在が不在のように見えた。ラッシュリエが登場したのはそのような時代であった。著作でホンダー・アーマンでール・インダクションの表紙。1896年発行の第二版。翻訳書はない。代表作は以下の論文。ありがとうございます。